フローライトメイさん、はじめまして、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。はじめまして、元気です。あ、ジェットさん、こんばんは。お久しぶりです。秋空、オータムヘブンスをお届けしております。ありがとうございます、秋空オータムヘブンス途中この空はいつまでもどこまでもという曲を入れさせていただきましたが、きっと、百元様は分かっていただいたんじゃないかなと思います。ジェットさん元気ですか？ごめんなさい、僕ポケモンカードレアカードを昔二足三文で売ってしまってすごくショックで最近の値段を見てると、だからちょっとポケモンカードネタは正直僕辛いので見てないんですごめんなさい。だから最近のジェットさんのネタ見てないんです、ごめんなさいまた他のネタが始まったらまたすぐに行かせていただきます。もうね、見たくもないんですよ一体 何十万何百万損したんだ。サキさん、はじめまして、こんばんは。寝る前の贅沢な時間を楽しみに来ました。あ、はじめまして、よろしくお願いします。寝る前ですか？そしたらちょっとゆっくりめの曲にしますか。では、彩雨、彩る雨と書いて彩雨ですね。そろそろ紅葉の季節ですけども、ちょっと先取りで、thank you.
ありがとうございます、サイウをお届けしました。あ、ピピさん、スパチャありがとうございます、この間の祈りのお礼、あの後ベックのことをずっと思い出していましたあの、ありがたく医療費と活動費に充てさせていただきます。あの、なんか潰瘍性大腸炎の医療補助がなくなるんじゃないかみたいな噂を聞いて、ちょっと僕は不安でいっぱいでございますはい、なので本当にちょっと活動費や医療費をこれからどうしていこうかななんてちょっと考える機会にもなっています。10万人もすぐなんですが、こうアーティストチャンネルがおかげさまで9万人を超えたあたりから、いいことも悪いこともいろんな変化がこう今起きています。ちなみに今日株猫に何か変化があることをどなたか気づきませんか？そう、株猫にもね、9万人超えたあたりからちょっとね、変化がね出てきたんですよ。皆さん、どなたか今日株猫に何かしらの変化分かった方いらっしゃいますか？お、ポンズさん気づいてました？本当に多分おそらく、毛穴が増えた。毛穴はだいぶこう、あのプリントが荒くなってきたので、ガビガビになってきたので毛穴は増えたかもしれません。見てなかった。あ、じゃあシンキングタイム、正解です。そう、9万人超えたら株猫に眉毛が生えました。リリーシーでしょ。こう10万人いったら眉毛がこっちにも生えるんじゃないかなって予測しているところです。はい、無理やりちょっとこうイベント感を出したかったんですよね。はい、ありがとうございます。眉毛気づいていただきありがとうございます。そう、だるまの目と同じシステム、その通りです。はい、10万人いったらこっちにも眉毛が生えるんじゃないかなと思っています。あ、はい、リズキさん Thank you coming、Please talk to me Englishあ、そっか。じゃあ逆に、カブネコの目を一つなくしたバージョンを作って、片目のカブネコを作って、10万の時にこう目を入れるっていうのもいいかな。それはじゃあ100万にしましょうか。はい。ということで、現世中に行くでしょうか。やっぱなんか生きていけないというか、それがなんか僕の生命エネルギーなので、クリエイティビティをですね、ちょっと忘れずにやっていこうかなと思ってます。では、ガオラインディーカースポーツに、楽曲提供させていただいている、ノークリエイティビティノーチャンス、お聴きください。Thank you.
お届けしました。ありがとうございます。あ、ジェットさん、ライブ久しぶりに参加させていただいて音がしみる、今まで何かを忘れていたようだ。そんなこと言ってありがとうございます。嬉しいです。今まで僕のことを忘れていましたか？ちえこさん、あ、こんばんは。忙しくて今来ました。お疲れ様です。いつもありがとうございます。ちえこさん、ポンズさん、かっこいいです。ありがとうございます。いや、ポンズさんの鳥山雄二さんプロデュース、小松亮太さんの曲、めっちゃかっこよかったです。あ、マさんは熱下がったかな。残念でしたね、ほんと。ゆくこさん、ありがとうございます。伊藤先生、ありがとうございます。10万人行ったらやりたいこと たくさんあるんですけど、まずまだお会いできていない、ずっと応援してくれている方に会いに行きたいな、もしくは会いに来ていただけるこう機会を作りたいなっていうのが一つです。あと、赤いプレートを持ってこう写真撮ってもらってた企画あるじゃないですか。あれをやっていただいた方に、もしこう銀の盾もらえたら、赤いプレートの代わりにこう銀の盾を一緒に持ってこう写真を撮り直すみたいなこともやってみたいななんて思ってます。で、その際にあの赤いプレートの企画アイディアを作ってこう教えてくださった伊藤正弘さん、正弘先生をまずちょっとこう最初の赤のプレートが銀の盾に差し替わっている写真もう最初に撮っていただけたらななんてちょっと思ってます。まあ、銀の盾届くかどうかわかんないですけど、まあこの間違うライブでも話したんですけど、もし銀の盾届かなかったら、まあ、鍋の蓋の裏とかにこう自分でこう書いて、飯島元気って書いたものになるかなと思いますけども、その時は、慰めてください。ジェットさん、土に埋まってました。あ、おかえりなさい、よかったですやっぱりね、地上いいですよ、明るいし。メイさん、Facebook は少し前からフォローさせてもらってるので、株猫さんはなんとなく見たこと、あ、嬉しいです。よかったね、株猫見たことあるって嬉しいね。今日僕噛みますね、すいません。40度いきましたが、先ほど36台になりました。あ、よかったよかった。40度はきついですね。わかります。僕も40度台がずっと続いてた時があるので、すっごい辛いのわかります。お大事になさってください。あ、ボブセレソさん、こんばんは。今日も素敵な演奏ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがたく医療費及び活動費、そしてボブさんとのお茶代に使わせていただきます。ありがとうございますなかなかね、ちょっと今うまくいかないことが多くて、で、僕の苦手分野なので、だいたいこういう時に僕が相談するのはボブさんか伊藤先生ですひろこさん、いいアイデアですね。あ、はい、そうなんですよ。まだこうお会いしたことがないっていうのが不思議なぐらい、ずっとこう応援してくださってる方がやっぱり多いので、ね、そういう方に会いに来ていただくライブを作るか、もしくはこっちから会いに行っちゃうかみたいな感じで、はい、やりたいですね。今までこう YouTube に対しては真摯に取り組んできたので、まあなんかそれが形になってこう YouTube に認めてもらえたら嬉しいから、僕も欲しいです、銀の盾。はい、ちえこさん、株猫 T シャツがどうして片側だけ眉毛ないんですか。私の T シャツの株猫には眉毛ないです。大丈夫です。誰の株猫 T シャツにも眉毛ないです。こう9万人になった時にこう急にですね、こう眉毛が生えてきて、こうだるま式にね。で、10万人になったらこうもう片っぽにも眉毛を描こうっていうですね、こう一つの企画でございますはい、実はさっきこのクイズをやってたんです。大丈夫です。千恵子さんの T シャツがこう眉毛なしのハズレってわけではないので、はい、おっしゃっていただければ片側だけ書いて送りますはい、ナイスパー、本当ありがとうございます。嬉しいです。銀の盾きっと届きますよ。一緒に写真撮りましょう。先に明日鍋の蓋で先に写真撮っとく。あ、明日そうですね。あ、じゃあ金の鍋でも買ってきますかねありがとうございます。
まあ、今日はめったに弾かない曲をって思ってたんですけども、初見でいらっしゃってくださってる方も、おかげさまで多いので、普段も弾く曲の中から何かやろうかなと思います。本の曲銀の盾星なバージョンでやってみますか。はい。あ、エマさんありがとうございます。ずっと頑張ってきたことが実を結び良かったです。はい、結ばせます。はい、ありがとうございます。エマさん、ありがとうございます。F1 の曲ピクチャーブックス、Give me silver shield バージョンで、はい、お届けしました。ありがとうございます。ロザンナさん、タレンティッド、 Thank you so much。 あ、ゴーゴーさん、ありがとうございます。スパチャありがとうございます。いただいたスーパーチャットは、活動費と医療費に充てさせていただいて、より良い作品をお届けすることと解します。ありがとうございます。ごごもごもごさん、ありがとうございます。
ごこぼこもごさんはどこから、知ってくれた方ですかね。ロザンナさん、ブラジルからですね。ありがとうございます。ブラジルの皆さん嬉しいですね。こう地球の反対側にも届いて。モビレップから、あ、それは嬉しいです。あの内視鏡 の、 あの下剤なんですけど、モビレップって、あのでモビレップの、を少しでもこう苦痛なく、まあ苦痛なんですけど、ちょっとでもこう苦痛を和らぐ方法の動画を出してるんですけども、そこから来てくださったんですね。どうもありがとうございます。すごい嬉しい。あ、伊藤先生、ありがとうございます。目指せ10万人、今 9.99 万人、あともう少し、はい、もう少しですね。いや、もうこれはね、素直に嬉しいです。嬉しいですよ、本当に。正直、いや、そんな行かないだろうと思ってたのでちょっとどこかですごく嬉しいです、本当にありがとうございます。ぜひ明日、銀の鍋の蓋でまず予祝、あ、これ今日いらっしゃないんですけど、マナティさんという方、あらかじめ祝うで予祝っていうですね、言葉をいつも使われるんですけども、実は予祝一緒にさせていただけると嬉しいです。できる限り僕を覚えるようにしてます。それでできる限り自分でできることをやろうとは思ってます。まあ、限界はありますけどね。だけど、やっぱりこう、自分の YouTube が伸びたり、でそれでまあ発信力がついたり、まあ、それでもしこう、お金が回るようになって、自分に、まあ、経済力もついたら、もっともっとね、こう、応援できる幅や量が、ね、増えると思うので、僕はそうなりたいなと思ってます。ナチュラルカルタリウム、thank you.
ありがとうございます。ナチュラルプラネタリウム、またちょっといつもとアレンジを変えてみました。どうしてももともとやっぱ右手悪くしてからこう自分で弾ける曲を自分で作ろうと思って始めた作曲で、正直その日その日でこう弾きやすい調が違うんですよね。こうだから、あ、今日はこの曲はこの調なら弾けるなとか、うん、それをいつも意識してやってます。はい、もちろんキーボードの機能とかもあるんですよ。文字通り怪我の巧妙というか、まあ、だから本当にこうしっかり基礎を積んでやってきて、あのピアノを弾かれている方には、僕のピアノは本当に邪道だと思うんですよね。だけどこれもまた怪我の巧妙で、それがなんかまあオリジナリティにつながってるのかななんて思う時もあります。ロザンナさん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。なんだっけ、ポルトガル語でありがとうはなんだっけ、オブリガード、あれブラジル語でありがとうって何でしたっけ。やばい、サッカー選手の名前しか出てこない。もし皆さんよろしければ高評価を押していただけると嬉しいです。あ、ジェットさんありがとうございます。いい、絶対今夜ぐっすり眠れる、嬉しい。 I love you so much、 I love you so much、 ありがとうございます。元気さんが審査通らないわけない、私は絶対縦の審査通らない、そしたらダンボールですけど、ミスターポポわけないいや、なんかジェットさんの器用さだったら本当になんか盾作れちゃいそうですよ。あ、そういえば何でしたっけ、3万円のレゴはどうなったんですか。そうですね、結構もういい時間なんで、じゃあなんか寝落ちできる曲で終わろうかな今日は。元気
木さんが審査通らないわけない。いやーどうですかね。とりあえず賃貸物件の審査とかはもろ落ちそうですけどね。レゴは押し入れの一部になってるんですか。もったいない。Z さんのね、こう緻密さとか丁寧さ、本当に僕見習わなきゃなと思ってます。秋の夜長、幸せな時間。いや僕も幸せですよ。いや本当なんか10万人いったらちょっと僕今までのことが呼び覚ませられて、なんかちょっと泣いちゃうかもしれませんね。今まで応援してくれた人たちの顔が多分たくさん出てくると思います。でさっきにもお話ししましたけど、やっぱりなんかこうできるだけやっぱ応援してくれる人のことを僕も応援してるので、いやだからこそなんか前いらっしゃってたのに急に来なくなっちゃった方とかが、まあ、単純にねこう僕に飽きたとか株猫で見て幻滅したとかならいいんですけど、で体壊されてるかなとか、まあ本当嫌な話ですけど、まさかお亡くなりになったりしてないかなとか、ちょっとねそういうのはあるんですよね。寂しいというか、だけどこちらからはこう知るすべもないので、みんな元気でいてくれるといいなと思ってます。と来るもの拒まず去るものを追わずってかっこよく言いたいんですけど、拒みたくなる人が来ることもあれば、追いたくなる人が去ってしまうこともあるのが人生だなと思う今日この頃であります。ロザンヌさん、 You are sun and warmth, my heart love 元気。 Thank you ロザンヌさん、ありがとう。 Your words make me strongerand you always give me energy to create new title. がピッピさんってことですね。ありがとうございます。嬉しいです。そういうありがたいですね本当に。
めんなさい、幸子さんと読みするんですね、失礼しました。あの実は祖母がですね、あの同じ漢字で、ゆきこと読んでいました。はい、なのですみません、ゆきこさんかと思いました。幸子さん、よろしくお願いします。ひろこさん、ありがとうございます。私の目や耳に素敵な音色が届くように、元気さんの五感にも素敵な音色が、あ、嬉しい。そして銀のもしくは鍋の蓋の写真撮ります。あの銀の盾、鍋の蓋で使ってみたみたいのを株猫で やろうなんつったらもらえなくなっちゃうからやめよう。ありがとうございます。ほんと、まさん、お大事になさってくださいね。運動会ね、せっかく楽しみにしてただろうから精神的なショックの方が大きいかもしれない。ありがとうございます。ゲリラライブかで、どっちかわからないですけど、あ、さらっと言いますけど、水曜日にニューリリースします。結構 YouTube には流してたんですけど、結構人気がある曲で、を水曜日に、リリースします。また一流エンジニアの
森崎さんにマスタリングをお願いして、めちゃくちゃかっこよくなってるんで、ぜひ見て、あ、見てじゃないね、ぜひ聞いてほしいです。それでは、9万人記念ライブ感謝でございます。皆さんありがとうございます。いつも株猫の眉毛が両側に描かれるかな。それでは次回もまた元気にお会いしましょう。今日は縦画面になってしまいすいませんでした。でも後半ようやく慣れました。ごごもごもごさんもありがとうございました。それでは次回もまた元気にお会いしましょう。Yeah.